インテレビジョンとは、アメリカの玩具メーカーであるマテルが1980年に発売した家庭用ゲーム機。インテラビジアンとは、インテリジェントテレビジョンからの造語であり、発音はインテリビジョンに近い。日本で1982年7月に発売された際に、バンダイからインテレビジョンの名称を採用した。本項目でも、この表記に従う。インテラボイスマテルは、1977年より発売していたスポーツを題材とした携帯型電子ゲーム機の成功を受け、新しいテレビゲーム機のプロジェクトを立ち上げた。新プロジェクトは、スポーツやギャンブル等の娯楽を題材としたゲームをじっくり遊ぶのに適したゲーム機の開発を目的としており、それを実現するために円形のゲームパッドや電話機のようなテンキーが用意された。家庭用ゲーム機としては初めて16ビット CPU を採用した。ビジュアル面では解像度 160×96 ドット、16色表示、スプライト8枚のグラフィック性能を有し、当時ヒットしていたAtari 2600よりも一歩抜きんでた表現力を実現することができた。コントローラーインテレビジョンのコントローラは当時の他のゲーム機と同じく持った時に縦長になる。コントローラの下はファミコン以降のゲーム機の十字キーに相当する円盤があり、それを親指で操作する。もう片方の手でコントローラの上半分を下からホールドする形になる。コントローラの上半分には電話機のような上から 1.234、5.6、7.89、0の12ボタン、さらに側面両側にボタンが2つずつの16ボタンを装備している。このうち、右上ボタンと左上ボタン、右下ボタンと左下ボタンは同機能のため、機能としては14種類である。ゲームカートリッジにはコントローラに被せる操作、ガイドシートが付属している。乗車芯左側コントローラにはAstro Smash用の操作ガイドが装着されている。コントローラは電話の受話器のようなカールコードで本体とつながっており、使わないときは、本体のコントローラ用スペースにぴったり収まるようになっている。インテレビジョンゲームソフトの一覧参照。インテレビジョンのゲームソフトを集めたアンソロジー形式のソフトIntellivision Lives! が Xbox、Nintendo Game Cube、PlayStation 2、Nintendo DS でリリースされている。2010年3月からXbox 360のゲームルーム内でスペースアルマダやナイトストッカーなど数タイトルのダウンロード配信が開始された。インテレビジョンには多数の周辺機器が存在した。一部は廉価版であるインテレビジョン2に対応していた。北米市場ではスポーツキャスターのジョージ・プリンプトンを起用したAtari VCS との比較 CM キャンペーンや家庭用ゲーム機発となるケーブル TV 回線を利用したダウンロードサービスを行った。アメリカでの販売台数は20万台を記録し、ソフトだけでなく様々な周辺機器が発売された。1983年には廉価版であるインテレビジョン2が発売された。しかし、アタリショックの影響で売れ行きは芳しくなく、マテル社は1984年にエレクトロニクス部門を売却して、家庭用ゲーム市場から撤退し、インテリビジョンの権利は、エレクトロニクス部門のスタッフが中心となって新たに設立されたインテラビジアン Inc. に引き継がれた。当初は売れ残った在庫を処分していた。後にメールオーダーという形で、新モデルの本体や新作ソフトも販売されるなど、結果として、INTV Corp. は1991年まで業務を継続し、最終的に、インテリビジョン本体の総出荷台数は300万台に達した。マテル社のエレクトロニクス部門と業務提携していたバンダイは1980年5月に山科誠を社長に迎え、アクティブ、バンダイというスローガンのもと、流行の兆しを積極的に取り入れるという方針を打ち立て、その一環として徹底的なマーケティング調査を実施してきた。1981年末、バンダイは秋葉原の電気街や百貨店の利用者に対するアンケート調査を実施した。その結果、49,800 円と高価だが、鮮やかなグラフィックと豊かなサウンドを体験できるテレビゲーム機を買いますかという設問に対して、バンダイの予想以上に好意的な回答が寄せられた。これを受け、バンダイはこのゲーム機をIntellivisionという商品名で発売することにした。バンダイは 49,800 円という高い販売価格を設定し、イメージキャラクターとして若者に人気のあったビートたけしを起用するなど、20代から30代をメインターゲットに据えた宣伝、販促活動を行った。Intellivisionは夏休み前の1982年7月にデパートを中心に発売された。主な購入者は20歳前後の若者であり、発売から2週間で5000台という好調な販売数を記録した。だが、年末年始商戦の時点では勢いが衰えており、1983年には販売価格が半分に下げられた。これを反省材料に、バンダイは翌1983年に香港のメーカーが開発したアルカディアを 19,800 円とより廉価な価格設定でリリースし、人気漫画を題材とした対応ソフトを販売するなど、子供やアニメファンをターゲットにした戦略が練られた。その結果、Intellivisionはアルカディアにその座を取って代わられることになり、3万台弱を売り上げた後、Intellivisionは日本の市場から撤退した。ライターの武装、荒木明は、複雑な操作体系が子供たちに受け入れられなかったのではないかと指摘する。一方、家庭用テレビゲーム市場が再び動き出す感じに胸が躍ったと振り返っている。正確には、1979年にカリフォルニア州フレズノで試験販売が行われている。ABCD 武装新機能。テレビゲームファーストジェネレーション第2回。TV ゲームグラフ T1984 年日本編。ファミ通 .com。角川2019年10月12日閲覧。ABCDE コアムックシリーズナンバー682。電子ゲーム懐かしブック P59。AB 洗い。E3 会場のレトロゲーム機コーナーに繰り返す歴史を見た。週刊アスキー。2019年10月13日閲覧。ABCDEFGHI 武装、荒木明。輸入テレビゲーム機 VS 純国産ゲーム機、ハンディゲーム機が占拠する市場で選ばれた次の一手、ファミコン以前のテレビゲーム機の系譜を語ろう。電ファミニコゲーマー。2019年10月12日閲覧。週刊ファミ通誌で2008年9月12日号から掲載された全9回の短期集中連載記事の電子化 CP-1610、Intellivision Wiki @ABCDE 達田ゆき。ゲーム黎明期を支えたレトロハードの復活なるか、Intellivisionの発売権利を海外作曲家が取得。リアルサウンドテック。ブループリント2019年10月13日閲覧。ABCDE 稲本哲也。ビデオゲームの歴史がここに集結。激レアなコンシューマーゲーム実機に触れられた E3 会場のビデオゲームヒストリーミュージアムブースを紹介。www.4gamer.net。ITAS2019 年10月12日閲覧。ABCDE 奥谷海人。アクセスアッコセプテッド第578回あたりに続け。1980年代を彩ったゲーム機、Intellivisionが復活。4gamer.net。ITAS2019 年10月13日閲覧。杉本健一、任天堂のファミコン戦略千万家庭の情報ネットワークパル、出版、1986年、P95、赤木哲平、セガ VS 任天堂マルチメディアウォーズの行方日本、能率協会マネジメントセンター、1992年、PP92 から93。ありがとうございます。